ジャイアンツらしからぬメンバーだったように思うんだけど、はいはい、でも自己犠牲を持った選手も多かったと思います。仲悪くはないですけど、よく読売ランドの食堂で一緒にお昼ご飯食べてましたよ。 V 級時代の巨人の野球っていうのがジャイアンツカラーだと思うの、なんとなく今のね、はい、でもあの時の清水たちの時のメンバーって1番西でしょ、はい、2番清水、はい、3番由伸、はい、4番が松井、はい、5番が清原、はい、6番が江藤とか、はいはい、で7番が新岡で8番が阿部慎之助とか、はい、そうですあのね、ジャイアンツの最後の不動のメンバーで、でなんで言うかっていうと、 V 級から来てる巨人の野球って何か巨人のチームカラーって繊細、隙がない野球みたいなイメージだと思う、うん、はい、で対局に位置してるのが、繊細の対局は大胆豪快とか、まあそういうことだと思うんだけど、あの時代の巨人のメンバーって繊細さはもちろんあるんだろうけど、なんか豪快なイメージがあるのね、はい、言っちゃあるけど、なんかパリーグのチーム的な、はい、当時の近鉄とかさ、はい、あの大英とかさ、はい、なんかなんていうのかな、大雑把って言い方はちょっと悪いんだけど、豪快なこのメンツを見た時に、うん、はい、ジャイアンツらしからぬメンバーだったように思うんだけど、はいはい、どう思う？俺はそう思うんだけど、あの時代だけが巨人の野球の歴史の90年ぐらいの歴史の中で、ちょうどその2000年前後あたりのチームってことですよね。そう、2000年前後ね、あの今おっしゃられたメンバーの時ですよね。まあでもあの時って、でもまあ他の周りの方々はどう評価してくださってるか分からないですけど、豪快なこともあるんですけど、でも自己犠牲を持った選手も多かったと思いますね。うん、まあそうか、だからチームバッティングってことね。ああ、そうですね、うん、でも俺は思うに、あの当時のメンバーで一番のチームバッティングがホームランだと思っているやつばっかりだったように思うよ西が1番で清水が2番だったり、清水が1番で西が2番の時代もちょっとあったよね、はいはいはい、だけどバントしてるイメージはあんまりねえな。いや、意外とある、あの毎回毎回ではないですけど、ものすごいプレッシャーかかるところであります。ということは、もう絶対1点は欲しくないんだけど、そうです、そうです、絶対ここで欲しいっていう時はやっぱ出るので、うん、だからすごいプレッシャーかかる中で、プレッシャーかかる時しか出ないんだ。まあまあ、そうですね、だから序盤に出ることほとんどないです。だからノーアウト、初回に先頭バッターが出て1打席にバントとかはほとんどないです。ただその代わり6、うん、7回あたりでちょっと劣勢だったり、うんうん、もう1点差とかね、欲しいっていう時に、あ、まあ、向こうもちょっと厳しいピッチャーが出てくる中でのバントっていうのは結構ありましたね、うん、だからもうそれはもうすごい練習はしましたけど。でね、俺が思うのはね、清水はその中でハブ的な選手だったんだろうなと思うの。え、どういうことですか？あのね、それ今言った8人いるじゃん、はい、阿部慎之助と松井がこう思っ、なんていうの、こうくっついてるように見えないの。例えば西と清原がこうくっついてるように見えないの、はい、で新岡と江藤がくっついてるように見えないの、はい、でもみんな清水とはこうくっついてるような感じがするの。なんとなく関係性、イメージね、俺の勝手なイメージね、はいはいはい、俺その巨人にいないし、あの一応 OB として外から見てる時代だったんだけど、なんとなく清水がやっぱ真ん中にいて、ハブ的なところにいて、清水と清原は話してるイメージがある。清水と松井はなんか飯食ってるイメージがある。清水と由伸は仲いいイメージがあるの、なんとなく。で清水と西も何やかんやうまくやってるようなイメージがある、なんか。でも西と清原口聞かねえじゃないかみたいなイメージがある。なんとはいはいはい、イメージ、ね、本当はどうかわかんないよ、はい、だ本当のことこれから教えてもらいたいんだけど、だからそういう意味では清水っていう選手が意外と年齢的にはあのバランスの中でどれぐらいのとこだったの？真ん中あたりじゃないですかね。やっぱ真ん中ぐらいだったんだ。あ、真ん中よりちょっと下ですかね。下か、まあ清原とか江藤上やね。まあ上ですね、うん、はい。でも阿部とか下でしょ。2億、あ、じゃあ真ん中ですね。でやっぱ真ん中だったんだ。ちょうど真ん中ぐらいですね。あ、でもなんかそういうふうな、まあ、俺の勝手な印象かもしれないけど、そういうイメージがあるの。ああ、そうですか。あなたがここにいるから別に持ち上げてるんじゃなくて、あの町がここにいても町には言えない話だよね。町はそういうふうに見えないから、やっぱり。まあでも仲悪くはないですけど、うん、常に一緒にいる感じではそれぞれなかったですね、僕も含めてです。
だから食事行くってなってもたまたま行った先で一緒になったからじゃあ食べようかってなることあっても、うん、あの当時出てた連中で前もって約束をしてじゃあ行こうっていうのとかはあんまりなかったですね。あのメンバーっていうか当時清水が一番、まあ、仲良かったとおかしいけど一緒に飯食いに行ったりするメンバーって誰がいたの？あの試合出てたメンバーではないです。あ、レギュラーじゃなかったってこと？あの、そうですね。あ、でもみんなそうだと思います。よく行く店でたまたまそこをじゃ あの日行くけどどうってなることはあってもっていうことですね。最初から仲悪いんじゃん。いやでもない、全然仲悪くないですよ。仲一緒にいないだけで全然仲 悪くはないです。ユニオム来たらガッと。そうです、そうです。だからやっぱそういう意味でも本当にプロフェッショナル的だったんだな、あの時のメンバーって。だからそうですね、だからあの当時のあれでなんか誰でも悪く言うとかってあんまないですよね。ないね、うん、じゃあいつも一緒にいるかっていうの決してそうではないですし、だから長続きするんだな、そういう意味では。いい距離感でいいんだな、あんまり近づくとさ、ね、離れるケースもあるじゃん。そうですね、だから、いつも同じぐらいの距離感にいるからつかず離れず的ないいバランスでいた。でも岡崎さんの時代はどんな感じだったんですか、人間関係。俺はいつも原さんにくっついていて、原さんがもう原さんとがいて、原さんよりも下のメンバーはもう全部原さんが「おい行くぞ」って言ってバーって行って飯食うみたいな感じ。原さんの下が俺だったから、はいはい、原さんと俺の間に2学年あるんだけど、そこに選手がいなかったから、はい、いきなり原さんの下が俺だったのね、はい、俺の下が駒田吉村っていう感じのバランスだったから、はい、そんな感じだった。いつも原さんと一緒に飯食い行ってた、はい、印象がある。そういう感じではなかったですね。でも当時だったらなんとなく清原がなんとなく親分的じゃない、的なイメージがあるんです。でも聞いたら清原もなんかいつも一人で行動してる、ね、誰かをこう連れ立ってっていうことはほとんどなかったと思います。ないらしいね、なかったと思います、はい、後藤とかも時に聞いても一緒に飯食いに行った記憶がねえとか言うんだよな。そうと思って勝手にそういうイメージがあったけどね。だからそれも一緒になってっていうケースはあるかもしれないですけど、うんうん、その連れ立って最初からっていうのはほとんどなかったんじゃないかなと思いますね。へ、それはもうみんな他の選手も江藤さんもそうだったと思いますし、そう、もう他のメンバーもそうですね。松井秀喜も高橋由伸もそうだったと思いますし、じゃあ口聞かないほど仲悪いかってことは全然ないです。高橋由伸と松井が一緒に飯食い行ってるイメージはないな。確かにゼロではないと思うんですけど、やっぱりそんないつもこう一緒にじゃあ行こうぜ、うん、じゃあ行こうぜっていうことはなかったと思いますね、はい、それはまあ僕もそうですけど。あの不動の時代って5年ぐらいあっただけ。そうですかね、4、5年あったよね。 あったと思います。2000年を境に、はい、強いよな。強かったですね、2002年は。原さんの1年目強かった、強かったと思いますね。長嶋さん最後としては優勝しなかったの？2001年は勝てませんでしたね。どこにヤクルトです。ヤクルトがもう強かったの？ヤクルトが若松さん監督されてて、ピッチャーがあまり良くなかったのかい、あの時代。まあでもピッチャー毎年勝ってもおかしくないじゃないですか、うん、打つのは打ってたと思うんですけど、ただやっぱりヤクルトがバランスすごく良くてですね。だからピッチャーも揃ってたんですけど、打線が外国人2人良かったですし、ラミレス、ペタジーニがいて。あ、ペタジーニがいたんだ。で古田さんがいて、広沢さんはもうあれですね、あと岩村くんがいたりだとか、はあはあはあ、で宮本さん、土橋さんがいて、はあ、だからこう強打者と好打者がこう、はあ、すごくこうバランスよく、はあ、揃ってた時でしたね、ヤクルトは。じゃあヤクルトと巨人がいつもこうやってる時代。ああ、そうですね。でその時は、まあ、スワローズ勝ってその日本一になりましたけど。あれメイクドラマっていうのは1年目だっけ？あれ96年がそうなんですが、96年がメイクドラマっていう形になるんです。あの10点投げる離れてて11.5かなんかだと思いますね。札幌から始まったんだよね、札幌って言われてるシーズンですよね。なんか大逆転して広島、はい、連打が出てっていう、ね、あれからこうひっくり返したのが96年で、はい、その次何年かあったよね。2008ですかね。2008って原さん監督？そうです。原さん監督の時にメイクミラクルとか言ってた。メイクレジェンド。メイクレジェンド。ああ、なんでメイクレジェンドって。よくわかんないです。何メイクレジェンド。なんでそうなってるのか。でも僕そっちはもうほぼ関わってないので、在籍はしてましたけどもうほとんど一軍に行ってなかったので、その時は。2008に12いなかった。いないです、いないです。もうほぼほぼどこにいたの。ヨイルランドにいました。
2008年俺二軍でのコーチしてた人いた？よく読売ランドの食堂で一緒にお昼ご飯食べてましたよ今日も暑いなって言いながら俺が二軍のコーチを2006年間した時に西がね最後二軍にいた時があったの。ああそれが2006年じゃないですか。じゃあ6年だか、はい、西さん2006年までだったんじゃないかなと思いますね。2007年からベイスターズ行かれたんじゃないかな。あ、2007年から行ったっけ。はいと思いますね。俺一回原監督にすると思い出した言われたことある。清水が調子があんまり今落ちてるから、はい、お前なんとかしろって。ああでも言われたことある。試合前一緒に練習付き合っていただきました。ヨーグランド行って打ってこいっていうのありましたね。そうありがとうございました。でも俺原さんに言ったらもう200本打つようなやつ俺教えらんない俺一度教えろって言って言われてるようなもんで俺二軍選手は教えるけどもう一軍でそんなのあった人も教えるも何もねえじゃん教えるとかねえじゃん。ただお前のいい時はこうだけど今はちょっとこうなってるなっていう違いしか分かんなくて、うん、でもこうなってるのって実際その選手は自分でも分かってて多分肉体から来てることが多いよね。頭で分かってるんですけど、うん、表現できないっていうことがほとんどですね。だから体のコンディションとかどっかの筋力がまあ弱くなってるとか、まあ、動体視力が落ちてくなんか体が衰えて自分ができてたことができなくなってる状態だから、はい教えるとかじゃないんだよ多分コンディションをこう整えるしかないじゃん、うんうん、全くできないやつに例えば算数できないやつに算数を教えるんじゃないんだから、うんうん、教えようがないんだよねもうそういう選手ってもう自分で勝手にどうにかしてよみたいな次に結果を出す方法を考えてよ。いやでも本当についていただいたの覚えてますもうなんか暑い日だったと思うんですけどなんか予備ランドでお前どうにかしろって言われてさ、はい、打たせていただきましたね。でまだ一軍の時も内田さんがバッティングコーチだったかな徳田とかやってて、はい、暑かったなドームはまだあれですけどねなんかよく広島行って午前中広島のゲームの前にちょっと室内というかそこで行ってたの。行ってました行ってました。俺も若い時は本当行ってた。三笹やトタン屋根のとこティーバッティングだけでもやろうって隣の家のお母さんがスイカとかそうですそうですアイスとかまだくれてた。いや俺たちがくれてたよ。僕の時も何度かいただいたことありますね。スイカとかアイスとかくれてで目の前に喫茶店があるんですよね。喫茶店あったっけ。喫茶店があってよくそこで僕コーラ飲んでた記憶がありますけど、はい、甲子園の時だけなかったんだよな。名古屋も行ってた寮に。名古屋の昔の寮に暑かった。名古屋トタン屋根のなんか室内練習場で僕らの頃は名古屋の駐車場で素振りでしたね。どこのホテル？当時名古屋キャッスルでした。僕キャッスルだった。はい。俺たちの時は当時は都ホテルっていうところで駅の前だった。僕入った時はもうキャッスルだった。キャッスルでしたね。はい。あキャッスルになってからは行ってないや多分。ああ。名古屋ドームでしょだって。名古屋球場僕1年やってます。そうだ。俺名古屋ドームやってないもんな。じゃあ広島だけ徳田行ってたの。甲子園も竹園の屋上でしょ。駅前の竹園でしょ。はい、そうです。昔さあれができる前にさもうちょっと山側だったの竹園って。あ、場所違ったんですか。違った。あれ駅前の開発で駅前きれいにした時にあそこに竹園来たんだけど、はい、もうちょっと山側だったの。100メートルぐらいもうちょっと、はいはい、もうちょっと山。最初木造でな旅館だったの、はいはい、10人部屋とかの8人部屋とか。で監督が唯一1人部屋であとはコーチも2人部屋とか、はい、選手大体3人部屋とかでその後に旅館からホテルになった時にまだその10メーターや100メーターの向こうの維持なんだけどなんかちっちゃいホテルみたいにた、はい、そこの屋上が本当にこれぐらいの屋上しかなかった、はい、そこにネット置いてさってやるんだけど時々パーンっていうの。いやいやそうなりますよね。住宅街に行っちゃうのボールが。あ、高級打ってたんですか。高級だよ。高級を普通の高級を打ってたら俺とか吉村とか駒田が、はい、バーンと時々そのネットほんとこんぐらいしかないから、はいはい、出るわけよ、はい、わーで住宅街に芦屋の住宅街ボールがそれスポンジボールにしなきゃダメですよねそこは。でも不思議とそれしょっちゅうじゃないよ、はいはいはい、まあ1回2回は出るのよ、うん、でも不思議と文句言われたことないんだよな。いなかったのか。それも敷地が大きすぎて庭に落ちたのかな。うまく